東電の勝俣だよ。やっぱ裁判は勝った。温泉に浸かって日本酒を楽しみたいです。裁判はちょろいねえ。ちょろいといえば日本の市民はちょろいちょろい時々言うセリフだけど、地球温暖化だから CO2 の出ない原発が良いんだといえば簡単に騙される。でもね、東電や新日鉄といえば地球温暖化は問題なしと一番に声高に叫んできた企業さ。地球温暖化の対策は金がかかるからやりたくなかったんだ。原発の安全問題なんか東電はまともに考えないんだよ。適当に市民を騙すことに力を注いできたんだ。東電というのはそういう会社さ。もう裁判は終わったから市民の皆さんに会うこともないね。じゃあ皆さんお元気で。おっと待った勝俣さん。ところが裁判は終わらないんだ。衆院選で自民党が負けるから野党の共闘内閣に変わるんだ。必ず東電を豚箱にぶち込む。いいな。